完全解説、素粒子標準模型、物理学の新たな地平。皆さん、こんにちは。今回の動画は、宇宙の基礎理論である素粒子標準模型について調べていきます。特に動画後半では、標準模型の未解決問題について、詳しく調べていますので、ぜひ最後までご視聴ください。素粒子標準模型は、私たちの宇宙の基本的な成分と、その相互作用を理解するための、革新的な枠組みです。この模型を学ぶことは、物質の最も基本的な性質、力の動き、そして、宇宙の初期の状態や、進化のプロセスについての洞察を深めるために不可欠です。さらに、これらの知識は、多くの技術的応用、特に医療や産業の分野での革新に、直接関連しています。このチャンネルでは、宇宙論、量子力学について、詳しく解説しています。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。それでは、早速始めましょう。素粒子物理学の標準模型。素粒子標準模型、素粒子標準理論、または標準模型は、素粒子物理学において、我々の宇宙に存在する基本的な粒子と、それらの間の相互作用を記述する理論モデルです。この理論は20世紀の後半に多くの研究者たちの努力により確立され、現代物理学の基盤となっています。この理論の発展には、次の人物が大きく貢献しました。マレー・ゲルマンとジョージ・ツワイクは、独立してクォークモデルを提案しました。このモデルは、ハドロンがより小さい素粒子であるクォークによって構成されているという理論です。シェルドン・グラショー、アブドゥッサラーム、スティーブン・ワインバーグは、電弱統一理論の発展に貢献しました。この理論は、弱い相互作用と電磁相互作用が、高エネルギーの状況下で、単一の電弱力として統一されるというものです。彼らの功績により、1999年に、ノーベル物理学賞が授与されました。ピーター・ヒックス、フランソワ・アングレール、ロバート・ブラウトは、ヒックス機構の提案者たちです。この機構は、素粒子がどのように質量を獲得するかを説明し、ヒックス・ボソンの存在を予測しました。すでに亡くなっていた、ロバート・ブラウトを除く、ヒックスとアングレールは、この業績により、2013年に、ノーベル物理学賞を受賞しました。素粒子に質量を与える理論に関する最初の論文は、実はアングレールたちによって書かれました。しかし、この論文では、理論から予想される新しい粒子については、言及されていませんでした。その後に提出された、ピーター・ヒックスの論文では、この理論から生じる新しい粒子について言及されていたため、この粒子は、ヒックス粒子と名付けられました。つまり、ヒックスの論文が未知の粒子が存在するというアイデアを初めて提案したものであったということです。リチャード・ファインマン、ジュリアン・シュインガー、友永慎一郎は、量子電磁力学 QED の開発者たちです。QED は、電磁相互作用の量子理論で、標準模型の基礎を形成します。彼らは、1965年に、この業績で、ノーベル物理学賞を享有しました。デビッド・グロス、フランク・ウィルチェック、デビッド・ポリツァーは、強い相互作用を記述する、量子色力学、QCD の発展に寄与しました。彼らは、強い相互作用の特性である、全近的自由を説明し、この業績で、2004年のノーベル物理学賞を受賞しました。次に、標準模型の主要な構成要素と特徴を簡単に説明します。素粒子物理学の標準模型は、私たちが知っている物質の基本的な構成要素と、その間の相互作用を記述する理論的枠組みです。この模型は、天井の粒子であるクォークやレプトンなどの基本的な粒子を中心に構築されています。クォークは、私たちが日常的に親しむ物質、例えば陽子や中性子を構成しており、6つのフレーバーが存在します。フレーバーは、クォークやレプトンのような素粒子の異なる種類や状態を区別するために使用されます。つまり、粒子の種類、または粒子の状態と解釈することができます。これは、異なる粒子が持つ固有の特性や、量子的性質を指す言い方です。クォークには、6種類のフレーバー、アップ、ダウン、チアム、ストレンジ、トップ、ボトムがあり、それぞれが異なる質量と電荷を持っています。
クォークのフレーバーは、原子核内の陽子や中性子を構成する基本要素です。レプトンは電子やニュートリノを含むもので、これも6つのフレーバーがあります。レプトンのフレーバーは、電子、ミューオン、タウ粒子と、それぞれに対応するニュートリノ、電子ニュートリノ、ミューオンニュートリノ、タウニュートリノが含まれます。これらのレプトンも、それぞれ独特の質量と特性を持っています。これらの粒子間の相互作用は、ゲージ粒子として知られる粒子によって、媒介されます。ゲージ粒子とボソンは異なる概念ですが、関連があります。ボソンは粒子の一種で、整数のスピンを持ちます。ボソンにはいくつかの種類がありますが、主に力を媒介する粒子として知られています。ヒッグス粒子もボソンの一種で、質量の起源と関連しています。一方、ゲージ粒子は物理学におけるゲージ理論から派生した概念です。ゲージ粒子は基本的な力である電磁気力、弱い力、強い力を媒介するボソンです。具体的には、電磁力を媒介する光子、弱い力を媒介するウィークボソン、つまり W プラスボソン、W マイナスボソン、Z ボソン、強い力を媒介するグルーオンがゲージ粒子に含まれます。電磁相互作用は物質の電気的な性質や磁力を引き起こす力であり、弱い相互作用は原子核の放射線崩壊などに関与しています。強い相互作用は陽子や中性子の中に存在するクォークを強固に結びつける力として作用します。ただし、すべてのボソンがゲージ粒子であるわけではありません。ヒッグスボソンは粒子の質量の起源に関連しており、ゲージ粒子には含まれません。また、複合ボソン、例えば、クォークと反クォークから構成されるメソンは、ゲージ粒子には分類されません。これらは、複数の素粒子が結合して形成される粒子で、標準模型の基本粒子とは、異なる性質を持ちます。また、重力を媒介するとされる重力子については、現在まで実験的な証拠がなく、理論上の存在とされています。さらに、電子やミューオン、タウ粒子などの軽子レプトンは基本的なフェルミオン粒子であり、ボソンではないため、ゲージ粒子には分類されません。フェルミオンとボソンの違いは、それぞれの粒子が従う統計的性質によって区別されます。フェルミオンはフェルミ・ディラック統計に、ボソンはボース・アインシュタイン統計に従います。この標準模型の中には、粒子がなぜ質量を持つのかを説明するヒッグス機構も含まれています。ヒッグス機構の中心には、ヒッグス粒子という粒子があり、この粒子は2012年に欧州原子核研究機構、セルンの大型ハドロン小突型加速器、LHC によって実験的に確認されました。しかしながら、この標準模型が非常に成功しているにもかかわらず、それが全ての物理的現象を説明しているわけではありません。重力の理論、暗黒物質の存在、宇宙の大規模な構造の形成など、標準模型で解明できていない多くの問題が残されています。そのため、物理学者たちは、さらに完全で包括的な新しい理論の探求を続けています。余談ですが、弱い相互作用、弱い力、弱い角力など、いろいろな呼び方がありますが、基本的に同じ現象を指しています。これらの用語は、物理学において、互換的に使用されることが多いですが、それぞれにわずかなニュアンスの違いがあります。例えば、弱い相互作用は、4つの基本的な力の一つで、特に原子核内の粒子間で働く、非常に短い範囲の力を指します。この力は、ベータ崩壊のような特定の核反応を引き起こし、中性子が陽子に変わる過程で重要な役割を果たします。弱い力という用語も、また同じ現象を指します。これは、弱い相互作用が力としての性質を持つことを強調しています。この用語は、他の基本的な力である、重力、電磁力、強い力との関連性を示す際に、よく使用されます。弱い角力は、特に原子核内の現象に対する弱い相互作用の影響を強調するために使われることがあります。ただし、現代の物理学では弱い相互作用や弱い力という用語が一般的に使用され、弱い角力という言葉はあまり一般的ではありません。それでは、素粒子標準模型について、その発見の歴史を時系列順で解説します。
素粒子の発見。私たちが夜空を見上げると、遠くの星や銀河、宇宙の果てまでの広がりに圧倒されることがありますが、その壮大な宇宙の謎は、遥か彼方だけに存在するわけではありません。実は、私たちが日常で触れるものや、食卓に並ぶ食事、さらには自分自身の体の中にも、宇宙の答えや驚きが隠されているのです。かつて、原子や陽子、電子が物質の最小単位とされていましたが、現在では、それらをさらに細分化して理解する、素粒子標準模型という理論が存在します。この素粒子標準模型は、自然界のルールブックのようなもので、私たちが存在する、宇宙の基本的な法則を解明する鍵となっています。そして、この理論を深く理解することで、まだ人類が知らない未知の領域や、宇宙の最も深い謎に挑戦することができるのです。標準模型は、フェルミオン、ボソンの2種類に大きく分けることができます。それぞれの粒子の発見について、時系列でまとめます。クォーク。第一世代のクォークである、アップクォークとダウンクォークは、1968年、アメリカ合衆国、カリフォルニア州のメンローパークに位置する、スタンフォード線形加速器センター、スラックでの実験により、間接的に発見されました。アップクォークとダウンクォークの間接的な発見は、ディープイネラスティック散乱実験によるものでした。この実験では、高エネルギーの電子が水素または重水素の原子核に衝突し、その散乱パターンが観測されました。この散乱の結果は、原子核内部に天井の非常に硬い成分、後にパルトンと呼ばれるものが存在することを示唆しました。これらのパターンは、電子が原子核内の個々の成分と直接相互作用していることを示しており、それらの成分がクォークであることを間接的に示唆していました。当時の物理学の理論では、クォークは単なる数学的な便宜上の概念と考えられていましたが、スラックの実験結果は、クォークが実際の物理的実体を持つ可能性が高いことを示しました。この発見は、間接的とされるのは、クォーク自体が直接観測されたわけではなく、その存在を示唆する実験データに基づいているためです。後に、さらなる実験と理論的な進展によって、クォークモデルが確立され、現代の素粒子物理学の基礎の一つとなりました。1947年、宇宙船コスミックレイの研究中に発見された、計中間子、カオンは、その後の物理学において、重要な役割を果たしました。計中間子の奇妙な振る舞い、特にその崩壊過程が、非常に遅いことから、何か通常とは異なる粒子が関与している可能性が示唆されました。1950年代には、物理学者たちが、この振る舞いを説明するために、新しい種類のクォークの存在を理論的に提案しました。この新しいクォークは、ストレンジクォークと名付けられ、素粒子の標準模型における、ダウンクォークの第二世代として位置づけられました。計中間子の性質と、崩壊パターンの研究を通じて、ストレンジクォークの存在が、間接的に推定されたのです。この発見は、素粒子物理学において、重要な進歩となり、クォークモデルの発展に大きく貢献しました。ジアームクォークは、素粒子物理学における、第二世代のクォークであり、1974年に、重要な発見がなされました。この年、アメリカの、ブルックヘブン国立研究所と、スタンフォード線形加速器センター、スラックで、独立に行われた実験により、新しい粒子、ジェイクサイ粒子が発見されました。この粒子は、チアームクォークと、その反粒子である、反チアームクォークから構成されていると考えられています。ブルックヘブンの実験チームは、この新しい粒子を、J 粒子と名付け、一方で、スラックのチームは、プサイ粒子と命名しました。ジェイクサイ粒子の発見は、その異常な安定性と大きな質量が、これまでに知られていなかった、新しいタイプのクォークの存在を示唆していました。この新しいクォークは、ジアームクォークと名付けられ、素粒子の標準模型における、アップクォークの第二世代のクォークとして位置づけられました。チアームクォークの発見は、素粒子物理学における大きな進歩であり、クォークモデルの確立と標準模型の発展に重要な役割を果たしました。この発見は、当時の理論と実験結果が一致するという、素粒子物理学の分野における画期的な瞬間の一つです。
ボトムクォークは素粒子物理学におけるダウンクォークの第三世代クォークで、1977年にアメリカ合衆国イリノイ州バタビアにあるフェルミ国立加速器研究所での実験により発見されました。この発見は同研究所のテラエレクトロンボルトエネルギー超伝導超大型加速器テバトロンを使用した実験によるもので、当時は素粒子物理学における重要な進歩とされました。ボトムクォークの発見はアップス理論中間子、ユプシロン中間子として知られる新しい粒子の発見を通じてなされました。このアップス理論中間子はボトムクォークとその反粒子である反ボトムクォークから構成されていると考えられています。この新しい粒子の発見により、それまでの素粒子物理学の標準模型が拡張され、第三世代のクォークとしてボトムクォークが確認されました。ボトムクォークの発見は素粒子の標準模型におけるクォークの完全なファミリーを補完する重要な一歩であり、物理学者たちに新たな研究領域を開いたとされています。トップクォークは素粒子物理学の標準模型におけるアップクォークの第三世代のクォークで、1995年にフェルミ国立加速器研究所の実験によって発見されました。この重要な発見はフェルミラボのテバトロン加速器で行われた2つの独立した実験チーム CDF と D0 によってなされました。トップクォークの探索は長年にわたる素粒子物理学の主要な課題の一つでした。トップクォークはその他のクォークに比べて非常に大きな質量を持ち、この特性が発見を難しくしていました。トップクォークの発見により、素粒子の標準模型のクォーク部分が完全になり、クォークの理解が深まりました。これは標準模型の予測が正確であったことを示す重要な証拠であり、素粒子物理学の分野における重要なマイルストーンとされています。トップクォークはその他の素粒子との相互作用を通じて物理学においてさらなる研究の対象となっています。レプトン。電子第一世代のレプトンは1897年ジョセフ・ジョン・トムソンによって発見されました。電子ニュートリノ第一世代のニュートリノは1956年クライド・カワンとフレデリック・ライネスによって発見されました。ミューロン第二世代のレプトンは1936年カール・D・アンダーソンとセスネッパー・マイヤーによって発見されました。ミューロン・ニュートリノ第二世代のニュートリノは1962年レオン・レーダーマン、メルビン・シュワーズ、ジャック・スタインバーガーによって発見されました。タウ第三世代のレプトンは1975年マーティン・パールと彼のチームによって発見されました。タウニュートリノ第三世代のニュートリノは2000年フェルミ国立加速器研究所で発見されました。ボソン。光子電磁相互作用のゲージボソンは1905年アルバート・アインシュタインによって理論的に提案され、実験的には1920年代に確認されました。W ボソンと Z ボソン、弱い相互作用のゲージボソンは1983年、セルンの UA1 と UA2 実験によって発見されました。グルーオン、強い相互作用のゲージボソンは1970年代後半、様々な実験により間接的に確認されました。ヒッグスボソンは2012年、セルンの大型ハドロン衝突型加速器 LHC におけるアトラスと CMS 実験で発見されました。これらの発見は現代物理学の基盤を形成し、宇宙の基本的な法則に関する我々の理解を深める重要な役割を果たしました。次に素粒子標準模型に登場する素粒子についてさらに詳しく解説していきます。フェルミオン。フェルミオンは物質を構成する粒子で反整数のスピンを持ちます。クォークとレプトンに分けられます。クォーク。宇宙を形成する無数の物質、例えば私たちの体を構成する細胞や空気、星々まで、これらは原子という極めて小さい単位によって構築されています。しかし、それらの原子の核を形成する陽子や中性子の中にもさらに小さな粒子が存在します。それがクォークという驚くべき粒子です。クォークは不思議な性質を持つ粒子で、
これまでに6種類のフレーバー、すなわち変種が確認されています。その名も、アップ、ダウン、チアム、ストレンジ、トップ、ボトムと、一風変わったネーミングがされています。アップとダウンクォークは、私たちの周りの物質、特に陽子や中性子の主要な構成要素です。例えば、陽子は2つのアップクォークと、1つのダウンクォークから成り立っています。一方、チアム、ストレンジ、トップ、ボトムといったクォークは、高エネルギーの環境でのみ発見されるもので、宇宙の初期の瞬間や、大型加速器での実験中に現れます。ストレンジクォークは、その名の通り、奇妙な振る舞いを見せることから、その名が付けられました。チアムやトップ、ボトムといった名前も、それぞれが持つ得意な性質や、発見の経緯から命名されています。これらのクォークは、物質の最も基本的な性質や、宇宙の始まりに関する謎を解明する鍵として、研究され続けています。1960年代、物理学者、マレー・ゲルマンとジョージ・ツワイグが、独立に提唱した、このクォークの理論は、当初は、非常に奇抜なものと見られていました。しかし、後の実験によって、この理論が、物質の構造を説明する鍵であることが明らかにされました。さらに驚くべきことに、クォークは単独で存在することができないという性質を持っています。これは、クォーク同士が非常に強く結びついているためで、これを支配する力を強い相互作用と呼びます。この謎を大きく多くの振る舞いや存在を理解することは、宇宙の根源的な法則を解き明かす鍵となるでしょう。レプトン。私たちが日常で使用する電気の背後には、宇宙の基本的な粒子の一つ、電子が存在します。そして、この電子は、レプトンという粒子のファミリーに属しています。レプトンには、電子のように、身の回りの電気製品に関与するものから、宇宙の遥か彼方での、超新星爆発を起こす際に放出される、ほとんど質量を持たない謎に満ちたニュートリノまで、6種類のフレーバーが存在します。レプトンとは、物質の基本的な構成要素として知られる、一群の粒子です。まず、最も有名で、私たちの身の回りの技術に不可欠な電子があります。電子は、物質の原子を構成する電荷を持つ粒子で、電気や磁気の現象の背後にあります。関連する粒子として、電子ニュートリノがあり、これは、原子力反応の際に放出されるもので、ほとんど相互作用を持たないため、検出は非常に難しいです。次に、ミューオンについて、解説します。これは電子に似た性質を持ちますが、質量が電子よりも約200倍重く、短時間で別の粒子に崩壊します。その崩壊や反応に関連して、ミューオンニュートリノが存在し、これも非常に検出が難しい粒子となっています。さらに重いレプトンとして、タウがあります。これは非常に短命で、すぐに他の粒子へと崩壊します。タウと関連するタウニュートリノも存在し、これもまた他のニュートリノと同様に質量が非常に小さく検出が難しい特性を持っています。これらのレプトンは自然界の様々な現象や実験物理学での研究において非常に重要な役割を果たしています。特に原子の内部構造や宇宙の成り立ち、物質の最小単位を理解する上で欠かせない存在です。レプトンの存在は物理学者のポール・ディラックによって1930年代に予言されました。ディラックは電子の反粒子である陽原子の存在を初めて予言した人物でもあります。そして彼の理論は後に実験によって確認され、素粒子物理学の重要な一歩となりました。さらにニュートリノについてもボルフガング・エルンスト・パウリが提唱し、後にエンリコ・フェルミがこの粒子の性質を詳細に記述する理論を構築しました。ニュートリノは一時質量を持たないと考えられていましたが、最近の研究により非常に微小ながらも質量を持つことが示されています。これは宇宙の全体的な構造や運命に関わる重要な手がかりとなるのです。素粒子の標準模型では、物質は第一世代の粒子として次の4つであることが知られています。第一世代のクォーク。アップクォーク電荷プラス3分の2、ダウンクォーク電荷マイナス3分の1。第一世代のレプトン。電子電荷マイナス1、電子ニュートリノ電荷0。
この第一世代の粒子は、私たちが普段観測する物質の最も一般的な構成要素です。正確に言うと、レプトンはクォークとは異なる種類の素粒子です。クォークとレプトンは素粒子標準模型における2つの基本的な粒子のカテゴリのうちの2つです。第2世代および第3世代の素粒子は日常の物質の中では通常見られないものの、それらは宇宙や高エネルギーの実験の中で確認されています。実際、これらの高エネルギーの粒子は宇宙船によって地球の大気に衝突することで生成されることがありますが、それらは非常に短命で速やかに他の粒子に崩壊します。第2世代のレプトン。第2世代で最初に見つかったのはミューゴン、ミュー粒子です。初めから第2世代があるという前提で確認されたわけではなく、偶然見つかった粒子です。ミューオンの発見はカール・アンダーソンによって行われました。1937年、彼は宇宙船の中で電子よりも約207倍重い新しい粒子を偶然発見したのです。当初、アンダーソンの発見した粒子の性質と湯川秀樹の予測が一致しているように見えたため、この新しい粒子は中間子であると広く信じられていました。しかし、さらなる研究と実験により、この新しい粒子が実際には核力の仲介を行う性質を持っていないことが明らかになりました。重さ以外の性質は電子によく似ていることも分かりました。最終的にこの新しい粒子はミューロンとして分類され、中間子とは異なる存在であることが確定しました。はじめはミューメソンと呼ばれていましたが、後にその名前は短縮されミューロンとなりました。宇宙船が上層大気と衝突すると、ミューロンという粒子が生成されます。ミューオンは通常 2.2 マイクロ秒の寿命しか持たないにもかかわらず、高速に近い速度で動くため、特殊相対論による時間の膨張の影響を受けます。この効果により、高速で動くミューオンは地球の表面の観測者から見ると、実際の寿命よりも長く生きているように見えます。そのため、多くのミューオンが大気の中で崩壊する前に地表に到達することができるのです。大まかに言えば、同じタイプの粒子が異なる世代間で存在する場合、その違いの主な特徴は質量にあります。しかし、ただ質量が異なるだけでなく、その他の物理的な特性や相互作用も異なる場合があります。例えば、ミューオンは電子と非常に似ている性質を持っていますが、その寿命やいくつかの崩壊モードは電子とは異なります。パイ中間子はいくつかの異なる崩壊モードを持ちますが、最も一般的な崩壊モードはミューロンとその対応するニュートリノに崩壊するものです。具体的には、正のパイ中間子は正のミューオン、ミュープラスとミューオン型の反ニュートリノに崩壊することができます。一方、負のパイ中間子は負のミューオン、ミューマイナスとミューオン型のニュートリノに崩壊することができます。ニュートリノは非常に軽く電気的な荷電を持たない粒子です。非常に弱い相互作用しか持たないため、検出が非常に難しいです。ニュートリノにはいくつかの種類があります。そのうち電子と関連するニュートリノを電子型ニュートリノと呼びます。同様にミューオンと関連するニュートリノをミューオン型ニュートリノと呼びます。ミューニュートリノと一般的には呼ばれます。さらにタウという別のレプトンと関連するニュートリノも存在します。ベータ崩壊は中性子が陽子に変わる過程で、電子または陽原子と電子型ニュートリノまたは電子型反ニュートリノを放出する現象です。この時放出されるニュートリノは電子型ニュートリノ第一世代であり、パイ中間子の崩壊に関連するミューオン型ニュートリノ第二世代とは異なります。この崩壊過程は非常に高い確率で起こるため、パイ中間子からのミューオンの生成は素粒子物理の実験でよく観測されます。実際、宇宙船によって大気上層で生成されるパイ中間子は地表に到達する前にミューオンに崩壊することが多いのです。そうしてこれらのミューオンは地表に到達して検出されることがあります。第二世代のクォーク。ミューロンとミューニュートリノの発見により、レプトンには第一世代と第二世代があることが発見されました。一方、クォークにも世代があることが分かりました。
1950年代、宇宙船の実験中にいくつかの新しい粒子が発見されました。これらは、軽中間子やラムダ粒子などとして知られています。これらの粒子は、他のよく知られている粒子とは異なる、長い寿命を持っていました。これらの新しい粒子の存在と特性は、素粒子の理論に新しい要素を加える必要があることを示唆していました。その結果、新しいクォークのフレーバー、すなわちストレンジが導入されたのです。ダウンクォークの第二世代は、ストレンジクォークと名付けられました。ストレンジクォークは、1950年代に宇宙船実験で発見された、ストレンジネスという量子数を持つ、粒子、軽中間子やラムダ粒子などと関連しています。これらの粒子は、その名前が示す通り、通常の陽子や中性子とは異なる振る舞いや寿命を持ち、それが奇妙なという意味のストレンジと名付けられました。このストレンジネスを持つ新しい粒子の発見は、新しい種類のクォーク、すなわちストレンジクォークが存在することを示唆していました。次は加速器を使い、アップクォークの第二世代の粒子の発見に科学者は取り組みましたが、なかなか見つかりません。1970年代初頭にアップクォークの第二世代ジアムクォークの存在が予測されたものの、その実際の発見は技術的な課題により難航していました。その主な理由はジアムクォークの質量が予想よりも重く、それを生成するためのエネルギーが非常に高く必要とされていたからです。この点はアインシュタインの方程式 E=MC の2乗からも理解できるように、質量が重いほど生成のためのエネルギーも高まるという原理が関与しています。そして1974年、技術的なブレイクスルーを達成したスタンフォード線形加速器センター、スラックとブルックヘブン国立研究所 BNL によりジェイプサイ粒子が独立に発見されました。いわゆる11月革命という大事件です。物理学の11月革命とは、物理学における重要な理論的発展が1964年の11月に集中して起こったことを指します。この期間中に複数のチアームクォークに関する重要な論文が発表されました。これらの論文は素粒子物理学の基本的な理解を大きく進展させ、特に弱い相互作用と粒子の対称性の破れに関する理論が進展しました。この時期に発表された理論は、後に標準模型の基礎となり、素粒子物理学における大きなパラダイムシフトをもたらしました。標準模型は、今日まで素粒子の振る舞いを説明する最も成功した理論の一つとされています。したがって、この11月革命は、物理学史上非常に重要な出来事として認識されています。このジェイプサイ粒子は、ジアムクォークとその反粒子からなるメソンとして知られ、ジアムクォークの存在を確証する重要な証拠となりました。この発見は、高エネルギー物理学における大きな進展を示すものであり、クォークモデルの正確さを裏付けるものとなりました。それによって、素粒子物理学の理論が一段と発展し、私たちの宇宙の基本的な構造を理解する手がかりを提供してくれました。小林マスカワ理論。第二世代のクォークがまだ未発見である中、第三世代のクォークの存在を予想する驚くべき理論が登場します。自然界には特定の変換を行っても変わらないという特性、すなわち対称性が存在します。これはある物理的現象を変換しても、それが生じる物理法則が不変であることを意味します。例えば、鏡像に映した時や、時間の流れを逆転させた時などに、物理的な法則が変わらない場合、その K は対称性を持っていると言えます。この中で、CP 対称性というものがあります。これは、チアージパリティの略で、2つの基本的な対称性、電荷対称性、C と空間対称性、P を組み合わせたものです。電荷対称性は、物理現象を考える際に、すべての粒子をその反粒子に変えた場合に、物理法則が不変であることを意味します。例えば、負の電荷を持つ電子が、特定の力を受けるとき、その反粒子である正の電荷を持つ陽原子も全く同じ力を同じように受けます。一方、空間対称性は、粒子の動きの向きを反転させたときに、物理法則が不変であることを意味します。
1960年代、軽中間子の崩壊を研究する過程で予想と異なる結果が得られました。具体的には、軽中間子のある種の崩壊において、CP 対称性が完全には守られていないことが示されたのです。この驚くべき発見に対して、1972年に小林誠と増川俊秀は画期的な理論を提唱しました。彼らはこの CP 対称性の破れを説明するためにクォーク間の相互作用を表す新しい行列 CKM 行列を導入しました。この行列にはクォーク間のミックスを表す要素が含まれており、これが非ゼロである場合に CP 対称性が破れることを示すことができました。さらにこの CKM 行列の非対角要素が非ゼロであるためにはクォークが最低でも3世代存在する必要がありました。この事実はクォークが第3世代以上持つ必要があるという重要な示唆を持っており、現在の素粒子物理学の基盤を形成しています。この小林・増川理論は後年の実験でその正しさが確認され、彼らのこの業績は2008年のノーベル物理学賞の受賞につながりました。そしてこの理論の重要性は単に軽中間子の崩壊の説明にとどまらず、宇宙の初期の状態、特に物質と反物質の非対称性の問題とも関連しています。今日、なぜ宇宙には物質が主に存在し、反物質はごく少量しか存在しないのかという大きな謎に、この CP 対称性の破れが一つの鍵として位置づけられています。第三世代クォークの発見。1970年代初頭、素粒子物理学は非常に活発な時期を迎えていました。その中で特に注目されていたのは、レプトンという粒子の仲間で、電子とその中性の相方であるニュートリノ、さらには重いミューオンとミューニュートリノがすでに知られていました。このパターンに基づいて、さらに重いレプトンが存在する可能性が提唱されていました。そして1975年にスタンフォード線形加速器センタースラックでの実験で、マーチン・パール率いるチームが新たな重いレプトンを発見しました。この新しい粒子はタウ粒子と命名され、電子やミューオンよりもはるかに重いこと、および独特の崩壊モードを持っていることから、その特性が確認されました。タウニュートリノはタウ粒子の相方として存在し、タウ粒子の生成や崩壊に関連する反応で生成されることが多いです。ニュートリノはその性質上、他の物質との相互作用が非常に弱いため、その存在を直接観測するのは難しいですが、高エネルギー物理実験を通じて、その特性や性質が徐々に解明されつつあります。マーチン・パールは、この発見の功績で、1995年にノーベル物理学賞を受賞し、タウ粒子の発見は、素粒子物理学の理論、標準模型の一部として、後の研究の基盤となりました。1977年、アメリカのフェルミ国立加速器研究所で行われた実験において、レオン・レーダーマンをリーダーとする実験チーム E2818 は、新しい種類の粒子を検出しました。この粒子は性質がダウンクォークと同じで、質量はストレンジクォークより質量が重いのです。この粒子はボトムクォークと名付けられ、これが第三世代のクォークの発見でした。この発見は、クォークモデルの指示と物理学の理論枠組みである標準模型の形成において重要な役割を果たしました。クォークとはハドロンという粒子のより小さな構成要素であり、ボトムクォークの発見により3世代のクォークの存在が次第に確認されていったのです。あとは加速器のエネルギーを高めていけば、いずれアップクォーク、チアームクォークに対応する3世代目が見つかるはずです。しかし、そのクォークが発見されるのは1995年まで待つことになります。その質量がアップクォークの5万倍、金の原子と同じくらい、ボトムクォークと比べても40倍であることも発見が遅れた原因です。トップクォークは1995年にアメリカのフェルミ国立加速器研究所で発見されました。この発見はフェルミ研究所の2つの実験グループ、コライダーディテクターアットフェルミラボと D0 によってそれぞれ独立に報告されました。この成功は多くの物理学者の共同作業の結果であり、
トップクォークの発見によってクォークの3世代モデルが完結し、物理学の標準模型の予測がさらに裏付けられました。同時に小林益川理論も証明されたのです。3世代の素粒子。素粒子物理学において素粒子は3世代に分けられます。これらの粒子とその発見の歴史について整理します。まずレプトンについて見てみましょう。第1世代には電子があります。これは19世紀の終わりにジョセフ・ジョン・トムソンによって発見されました。同じ世代の電子ニュートリノは1956年にアメリカのフレデリック・ライネスとクライド・カワンによって確認されました。第2世代のミューオンは1947年にカール・アンダーソンとセス・ネッターマイヤーによって発見されました。その後1962年にはミューニュートリノがレイモンド・デイビス・ジュニアと彼のチームによって確認されました。そして第3世代のタウ粒子は1975年にマーチン・パールによって発見され、タウニュートリノの存在は2000年にドーナツ実験グループによって確認されました。次にクォークを見ていきます。第1世代のクォーク、アップとダウンについては1964年にマレー・ゲルマンとジョージ・ツワイグが理論を提案しました。具体的な発見は1968年にスラックのバードン・フリーマン・ホイットマンのグループによって行われた電子陽子散乱実験で間接的に示されました。第2世代にはチアームとストレンジがあります。素粒子物理学における11月革命とは1974年11月に起こった一連の重要な発見のことを指します。この期間に物理学者たちはジェイクサイ粒子の存在を発見しました。この粒子はスラックのバートン・リヒター率いるチームとブルックヘブン国立研究所のサミュエル・ティン率いるチームによってほぼ同時に発見されました。リヒターのチームはそれを J 粒子と名付け、ティンのチームはプサイ粒子と呼びました。この粒子はチアームクォークからなるメソン・クォークと反クォークの組み合わせであることが判明しました。論文の提出が1日違いであったことは有名です。最後に第3世代ボトムクォークは1977年にフェルミ国立加速器研究所でレオン・レデルマンらによって確認され、トップクォークは同研究所の CDF と D0 の実験グループによって1995年に発見されました。次にゲージ粒子について見ていきましょう。ゲージ粒子。宇宙には様々な力が働いていますが、その力を伝える役割を持つのがゲージ粒子という粒子群です。その中でも特に知られているのが光や電磁波の背後に存在する光子です。光子は電磁相互作用を担う粒子として知られ、私たちが見る光や利用する電気の正体です。またこの電磁相互作用の理論は20世紀初頭にジェームズ・クラーク・マックスウェルによってまとめられました。さらに核の中での粒子間の微弱な力、すなわち弱い相互作用を伝える WZ ボゾンがあります。これは1970年代にアブドゥス・サラーム、グラッショー、そしてワインバーグによって予測され、後に実験で確認されました。この成果により彼らはノーベル物理学賞を受賞しています。そして原子核を形成する陽子や中性子が強固に結合している理由を説明するのが強い相互作用です。この力を媒介するのがグルーロンという粒子で、この名前は粒子が接着剤のような役割を果たすことから命名されました。この理論、量子色力学は1970年代にグロス、ポリツァー、そしてウィルチェックによって確立されました。彼らもまたこの業績によってノーベル物理学賞を受賞しています。ゲージ粒子を通して私たちの宇宙がどのように動き相互作用するのかの理解が深まることは、物理学の最前線での研究を非常に興味深くさせています。次に重力を除く3つの相互作用について詳しく見ていきます。3つの相互作用。私たちの宇宙は無数の複雑な現象と相互作用で織りなされています。夜空を見上げた時に見ることができる星々の輝き、地球上での日常的な事象、
体内での化学反応、さらには原子の核の中の微細な動きまで、すべては特定の法則に従っています。これらの法則や原理が、どのようにして物質やエネルギーがこの宇宙で動き、相互作用するのかを解明するのが物理学の役目です。その中でも素粒子物理学は宇宙の最も基本的な力や粒子を探求する分野で、その成果は標準模型という理論に集約されています。この標準模型には私たちの周りの世界を形成する3つの基本的な相互作用が記述されており、これからそれぞれの相互作用の奥深さと美しさを紐解いていきたいと思います。標準模型は3つの基本的な力を説明しています。電磁相互作用。電磁相互作用とその背後の理論がどのように発展してきたかを考察すると、数々の偉大な科学者たちと彼らの重要な業績に出会います。19世紀の後半、ジェームズ・クラーク・マクスウェルは電気と磁気の法則を一連の方程式、現在マクスウェルの方程式として知られるものに統合しました。これにより電気と磁気は同じ電磁現象の異なる側面であることが示されました。さらにこれらの方程式から光が電磁波であることも予測されました。20世紀初頭、アルバート・アインシュタインは特殊相対性理論を提唱し、電磁気の理論と相対性理論を組み合わせて光子の概念を導入しました。光子は電磁放射の粒子的な性質を持つとされ、これは後の量子力学の発展において非常に重要な役割を果たすこととなります。1970年代、素粒子標準模型の理論が形成される過程で、シェルドン・グラショー、アブドゥス・サラム、そしてスティーブン・ワインバーグは電磁相互作用と弱い相互作用を統一する理論を提案しました。この業績により彼らは1979年にノーベル物理学賞を受賞しました。CERN、欧州原子核研究機構などの大型加速器を使用した実験では、多くの素粒子や相互作用に関する予測が確認されました。特に2012年には、ヒッグス粒子の存在が CERN の LHC 大型ハドロン衝突型加速器で確認され、素粒子標準模型の重要なピースが保管されました。電磁相互作用は、光子という仲介粒子によって伝達されます。これは光の粒子です。電気的な力や磁力を物体 A から物体 B に伝達する場合、それは事実上、光子が A から B に移動することで行われます。ただし、これは非常に微視的なレベルでの出来事で、実際に目で見ることはできません。このように、電磁相互作用の理解は、多くの偉大な思考と実験の歴史に裏打ちされています。そしてこれらの研究は私たちの日常生活や技術革新、さらには宇宙の最も基本的な性質についての理解を深める手助けをしてくれています。弱い相互作用。弱い相互作用の不思議な力を理解するため、歴史を少し遡ります。20世紀初頭、放射性物質の研究が盛んになりました。とりわけマリー・キュリーとピエール・キュリー夫妻はこの分野の先駆者として放射性物質の性質やその原因に関する研究を進めました。彼らの研究は後の核物理学の発展の礎を築くこととなります。放射性崩壊はまさに弱い相互作用の一例です。この現象が起きる背後には粒子間で情報を伝達する仲介者が存在します。それが W ボソンと Z ボソンです。しかしこれらのボソンを発見するまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。1980年代初頭、スイスにある欧州原子核研究機構 CERN で行われた大規模な実験が、この仲介者である W ボソンと Z ボソンの存在を確認しました。そしてこの発見により多くの科学者たちの努力が結実し、弱い相互作用の理解が一段と進んだのです。この発見の背後には過去の数十年にわたる数多くの理論家や実験家の努力がありました。特にシェルドン・グラショー、アブドゥス・サラーム、そしてスティーブン・ワインバーグの3人はこの力の理論的基盤を築き上げました。この弱い相互作用の力は私たちが住む宇宙の基本的な性質を理解する上で欠かせないものです。1984年に弱い力の核心を担う
W ボゾンと Z ボゾンの発見がなされ、この業績により、カルロ・ルビアとシモン・ファンデル・メールは、ノーベル物理学賞を受賞しました。この発見は、弱い相互作用の本質を探る、旅の中での一つの頂点であり、物理学の歴史において、輝かしいマイルストーンとなりました。さらに、この発見は、後に、電弱統一という理論へとつながり、それは弱い力と電磁力が、高エネルギーの状態で一つの力、すなわち電弱相互作用として認識されるという画期的なアイデアを提供しました。また、1973年には、セルンで Z ボソンの効果が初めて検出されるという大発見があり、これは中性カレントという現象として知られ、弱い相互作用のさらなる理解に貢献しました。この流れの中で、太陽ニュートリノの謎として知られる問題も取り上げられました。これは太陽から放出されるニュートリノの数が理論上の予測よりも実際には少ないという問題で、物理学者たちの間で大きな議論を呼び起こしました。この謎はニュートリノが異なるタイプまたはフレーバーの間で変換するニュートリノ振動という現象の発見によって結局のところ解明されました。これらすべての発見や理論は弱い相互作用という基本的な自然の力の理解を深めるための重要なステップとなりました。弱い力はその名前に反して非常に興味深い特性や現象、歴史的な発見を持っています。これらのトピックを探求することで宇宙の基本的な働きをより深く理解する手助けとなります。強い相互作用。強い相互作用はその名前が示す通り、自然界の4つの基本的な力の中で最も強い力です。この強い相互作用は、原子の核を形成する陽子や中性子の中に存在する素粒子、クォークを結びつける役割を果たしています。この力がなければ、クォークは束縛されず、私たちが知っている物質の核は存在しないでしょう。興味深いことに、この強い相互作用は、グルーオンという特殊な粒子を通じて作用します。グルーオンの名前は接着剤を意味するグルーから来ており、その名の通りクォークを強く結びつける役割を果たしています。1973年アスペクトの定理という理論が導かれる中で、強い相互作用の理論である量子色力学 QCD が提唱されました。この理論はグルーオンがどのようにクォーク間の力を媒介するのか、そしてなぜ陽子や中性子のようなハドロンが存在するのかを説明します。デビッド・グロス、フランク・ウィルチェック、デビッド・ポリッツァーはこの QCD の発展に大きく寄与し、2004年にはこの業績に対してノーベル物理学賞を受賞しました。ヒッグス機構。ヒッグス機構は現代の素粒子物理学の中で最も興味深くかつ重要な役割を果たしています。この機構が示唆するのは、宇宙全体に存在するヒッグス場という不可視の場が物質の基本的な粒子に質量を与えているということです。簡単に言えば、ヒッグス場は宇宙全体を満たしており、粒子がこの場を通過する際に抵抗を感じることで粒子は質量を持つことができるのです。この理論の中心となるヒッグス粒子は長らく物理学者たちにとっての夢のような存在でした。1960年代にピーター・ヒッグスをはじめとする数名の物理学者によって提案されたこの理論は、それまでの素粒子の理論に一貫性をもたらすものでしたが、その存在を実験的に確かめるのは非常に困難でした。そして約半世紀の歳月を経て、2012年に欧州原子核研究機構セルンの LHC 大型ハドロン小凸型加速器でついにヒッグス粒子の発見が報告されたのです。この発見により、物質の粒子がどのようにして質量を持つのかという基本的な疑問への答えが一つ明らかになったのです。ピーター・ヒッグスとフランソワ・アングレールはこの理論の提案とボソンの発見への貢献により、2013年のノーベル物理学賞を受賞しました。ここからは素粒子標準模型の未解決の問題と新たな理論について解説します。制約と未解決の問題。素粒子標準模型は20世紀の物理学の偉大な成果の一つであり、素粒子の性質と相互作用を説明する非常に成功した理論的枠組みです。
しかし、これには制約や未解決の問題も多いです。以下、それらをわかりやすく説明します。重力の統合。標準模型は、私たちの宇宙の中で存在する3つの基本的な力、すなわち、電磁相互作用、弱い相互作用、そして強い相互作用を非常に正確に説明します。これらの力の理論は、これまでの実験データと非常によく一致しています。しかし、宇宙の4つ目の基本的な力である重力については、標準模型は何も言及していません。この重力は、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論によって記述されます。標準模型と一般相対性理論の間には、基本的なテンションや乖離があります。特に極小のスケール、プランクスケールなどでの物理現象を扱う際、これら2つの理論は矛盾します。一般相対性理論は連続的な時空を扱うのに対し、標準模型は量子力学的な性質を持つ粒子を扱います。このため、量子力学と重力を統一しようとすると、理論が不整合になることが知られています。この問題を解決するための取り組みとして、弦理論が提案されています。弦理論は基本的な物理的対象を点粒子としてではなく、一次元の弦として扱います。これにより重力を自然に取り入れることができ、一般相対性理論と量子力学の間のギャップを埋める可能性があると考えられています。ただし、弦理論はまだ実験的に確認されていないため、検証される必要があります。また、ループ量子重力というアプローチも存在します。この理論は時空の構造を最小単位のループやネットワークとして考えることで、量子力学と重力の統一を試みます。これもまた実験的な検証が待たれる理論の一つです。これらの理論の中で時空自体が基本的な存在ではなく、より基本的な構造から生まれるという考え方が提案されています。このような視点から宇宙の始まりや宇宙の究極的な運命に関する新しい洞察が得られるかもしれません。これらの理論的な取り組みは物理学の最前線での研究として続けられており、未来の発見が待ち望まれています。暗黒物質と暗黒エネルギー。現代の宇宙観測の結果、我々が住む宇宙の質量エネルギーの内容の約 95% が直接観測できない形態で存在することが示唆されています。これらの成分を暗黒物質と暗黒エネルギーと呼びます。特に銀河の回転カーブの観測や銀河団のダイナミクスから通常の物質、バリオン物質だけでは銀河の挙動を説明できないことが明らかにされました。これが暗黒物質の存在を示唆する最初の手がかりとなりました。暗黒物質は質量を持ち、その重力によって宇宙の構造形成に影響を与えていると考えられますが、電磁相互作用に応答しないため直接的には観測できません。これまでの探索によって暗黒物質は標準模型における基地の粒子で構成されているとは考えにくくなっています。そのため新しい粒子、例えばウィンプス、弱く相互作用する質量粒子やアクシオンなどが暗黒物質の候補として挙げられています。一方、暗黒エネルギーについては宇宙の加速膨張を引き起こしている謎のエネルギーとして知られています。超新星の観測から宇宙の膨張が加速していることが発見され、この原因として暗黒エネルギーが考えられました。暗黒エネルギーの正体については、宇宙定数やスカラーバが関与しているとの仮説がありますが、確定的なことはまだ分かっていません。これらの未解決の問題に対する理論的アプローチとして、新しい物理を導入することで暗黒物質や暗黒エネルギーを説明しようとする試みがあります。例えば多次元宇宙を考えるブレーン宇宙論や重力理論を修正するモディファイドニュートンダイナミクスなどが提案されています。暗黒物質や暗黒エネルギーが持つ構造や性質が未来の宇宙の運命にどのような影響をもたらすかという問いがあります。これらの理論がどのように進化するのか、そして最終的には宇宙がどのような姿になるのかは物理学の大きな謎として今後も研究されるでしょう。ニュートリノの質量。もともとニュートリノは質量を持たない粒子として標準模型に取り込まれていました。
しかしながら、近年の実験的な研究、特にニュートリノの振動現象を観測する実験が、ニュートリノがゼロでない質量を持つことを示唆しました。このニュートリノの振動とは、ある種類のニュートリノが別の種類に変わる現象を指します。この振動を説明するためには、少なくとも2つのニュートリノが非ゼロの質量を持っている必要があります。しかし、この発見は標準模型の枠組みだけでは説明が難しく、ニュートリノの質量の正確な値やその起源に関する問題は現在も大きな謎となっています。ニュートリノの質量が非常に小さい理由や、どのような気候で質量を獲得しているのかは、現在の物理学では完全には理解されていません。その解決のための理論的アプローチとして、ゼーベック清掃メカニズムというものが提案されています。このメカニズムでは、非常に重いニュートリノと非常に軽いニュートリノがペアをなし、その結果として観測されるニュートリノの質量が非常に小さくなるとされています。また、超対称性や大統一理論といった標準模型を超えた新しい物理理論もニュートリノの質量の謎を解明する手がかりとして注目されています。ニュートリノは宇宙全体で非常に多く存在するため、その質量が宇宙の大規模構造の形成や宇宙の膨張に与える影響は無視できないものとなるでしょう。物質と反物質の非対称性。我々の宇宙は物質に溢れており、私たち自身も物質でできています。しかし、ビッグバンの瞬間には物質と反物質がほぼ等しい量で生成されたはずです。反物質は物質と反対の電荷を持つ粒子であり、物質と反物質が接触すると互いに消滅してエネルギーとして放出されます。宇宙の初期にはこれらがほぼ等量で存在していたならば、完全に互いに消滅して宇宙はほとんど光のみとなるはずでした。しかし実際には物質のみが残り、これが現在の宇宙を形作っています。この物質と反物質の非対称性を説明するための概念として、CP 対称性の破れというものがあります。CP 対称性とは、物質と反物質の振る舞いが共存のように対称であるという性質を指します。しかし、これが完全に保たれるわけではなく、非常に微小ながらも破れが発生します。この微小な破れが、ビッグバン直後の宇宙で、物質と反物質の間のわずかな非対称性を生み出し、物質がわずかに多く残る原因となったと考えられています。現在の素粒子標準模型では、この CP 対称性の破れを部分的に説明することができますが、観測される宇宙の物質の多さを完全に説明するには不十分です。したがって、新しい物理、例えば新しい粒子や相互作用を導入する必要があるとされています。解決のための理論的なアプローチとして、新しい CP 破れメカニズムや、さらに広がる標準模型を超える理論、例えば、超対称性や大統一理論が注目されています。これらの理論は、物質と反物質の微小な非対称性を説明する鍵を持っている可能性があります。現在は、反物質を用いたエネルギー生成や宇宙旅行の技術も研究されています。もし反物質を効率的に生成、取り扱う方法が見つかれば、宇宙の謎を解明するだけでなく、未来の技術革新にも寄与する可能性があります。ヒッグス粒子の質量。ヒッグス粒子、またはヒッグスボソンは、素粒子標準模型の革新的な要素であり、その存在が予測されてから、実際にセルンの LHC 大型ハドロン衝突型加速器において、2012年に発見されました。この粒子は他の粒子に質量を与える役割を持つとされ、その仕組みはヒッグス機構として知られています。すなわちヒッグス場という全宇宙を満たす場が存在し、各粒子がこの場を通過することで質量を獲得するというのがその基本的なアイディアです。しかしながら、ヒッグス粒子自身の質量について、なぜその特定の値、約125GB電子ボルトになるのかを標準模型内で自然に説明するのは難しいのです。実際、ヒッグス粒子の質量は理論的には非常に大きくなる傾向があると考えられる一方で、観測された値は比較的小さいのです。これは階層問題として知られています。解決策の一つとして、超対称性が有力候補です。
超対称性はボソンとフェルミオンという基本的な粒子の種類を結びつける対称性で、これを導入することでヒッグス粒子の質量の大きさを自然に抑えることができるとされています。しかし超対称性の粒子はまだ発見されておらず、これもまた大きな未解決の謎となっています。ヒッグス粒子がもたらす新しい相互作用やその存在が示唆する宇宙の初期条件や運命についての議論も存在します。例えばヒッグス粒子の性質が宇宙の安定性にどのように関与しているのかという問題は、宇宙の最終的な運命に関する洞察をもたらす可能性があります。海藻問題。海藻問題は素粒子物理学の中での最も顕著なパラドックスの一つです。実際その名前は異なる力の海藻またはスケールの際に由来しています。特に重力が他の3つの基本的な相互作用、すなわち強い相互作用、電磁相互作用、および弱い相互作用と比べてどれほど非常に弱いかという問題です。具体的にはプランクスケール、重力の特性的なエネルギースケールと電弱スケール、弱い相互作用と電磁相互作用が統一されるエネルギースケールとの間に存在する階層的なギャップに由来します。一つの解決の道として提案されているのが、ここでも超対称性です。超対称性が正しいとすれば、現在の素粒子標準模型には含まれていない新しい粒子が存在することになりますが、これらの粒子はまだ発見されていません。また別の興味深いアプローチとして、エクストラディメンション理論があります。これは私たちが日常で認識している3次元の空間の他に、追加の空間的な次元が存在するという考え方です。これらの追加の次元が存在すると、重力が弱いのは、その効果がこれらの追加の次元に漏れているためであり、実際には他の力と同じスケールで働いていると解釈することができます。これらの理論の中でも、特に注目されているのが、弦理論です。弦理論は、点としての粒子の代わりに、一次元の弦としての振動を、基本的な要素とするもので、この理論はエクストラディメンションと密接に関連しており、重力と他の3つの力を統一的に説明する可能性を秘めています。この問題の根深さは、重力を含む全ての基本的な力を一つの統一的な枠組みで説明しようとする試みが現在までほぼ観測されていないことに起因しています。海藻問題の解決は物理学の次なる大きな突破をもたらす鍵となるでしょう。標準模型は現代の実験結果と非常によく合致しており、物理学における重要な成果の一つとされています。しかし完全な究極の理論とは言えず、多くの物理学者たちがさらに包括的な新しい理論を求めて研究を続けています。これらの問題に対する答えを求めるため、物理学者たちは超弦理論や超対称性理論などの新しい理論的アプローチを探求しています。これらの理論や次世代の実験が未解決の問題への答えを提供することを期待しています。今回の動画は以上になります。素粒子標準模型は私たちがこれまでに知り得た宇宙の基本的な法則と構造をまとめ上げたものです。この理論が示しているのは、宇宙の複雑な現象の裏に流れる一貫した美しい原理とパターンです。標準模型にはまだ答えられていない疑問や新たな現象、未知の領域が存在します。この動画を気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。